エミール・ワルト・トイフェルは、フランスの作曲家。大衆音楽、とりわけワルツ、スケートをする人々、女学生や、ポルカなどのダンス音楽の作曲家として知られ、ワルツ王・ヨハン・シュトラウス2世に習って、フランスのヨハン・シュトラウス、フランスのワルツ王と呼ばれた。晩年のワルト・トイフェル・ワルト・トイフェルの墓、ストラスブールにて、アルザスのユダヤ人の家庭に生まれる。 出身地アルザスはドイツ語圏であり、1793年、以前及び1871年から1918年までは、ドイツ領であったが、ワルトトイフェルもその名が示す通り、シャルルミュンシュ、アルベルトシュバイザーラの多くのアルザス人と同じく、ドイツ系の文化圏に生まれ育ったと言われる。一族は、音楽家、父、ルイレビは有名なオーケストラの統率者で、アニレオンは、 人気の音楽家だった。レオンがパリ音楽院に入学したのを機に、一家でパリに転出し、以降エミールは一生をこの地で過ごす。1853年から1857年までパリ音楽院でピアノを学ぶ。同級生に有名なオペラ作曲家のマスネア・ビゼーがいた。この間、父親のオーケストラがパリで最も有名な楽団となり、 しばしばエミールも重要な行事に招かれて演奏した。28歳の時、ナポレオン三世の皇后、ウジェニーの宮廷ピアニストになり、また帝国主催の舞踏会で楽団を指揮する。不屈戦争によって第二帝政が崩壊した後は、楽団はエリーゼグの大統領主催の舞踏会で演奏を行った。この頃には、エミール・ワルトトイフェルの名は、 フランス上流社会の一部で知られているのみで30代後半までさほど有名な存在ではなかった。1874年10月にワルトトイフェルは当時英国皇太子だったエドワード7世の臨席する行事で演奏を行う。ワルトトイフェルのワルツマノロに魅了されたエドワード7世はワルトトイフェルの曲をイギリスに盛んに紹介し、また ロンドンを拠点とする出版社ホップウッドクルーが彼と長期契約を結んだ。そのような経緯を経て、ワルトトイフェルの作品はバッキンガム宮殿においてビクトリア上林席の下で午前演奏された。ワルトトイフェルの名はロンドンの楽団を制すると世界中で有名になった。最も有名な今なおよく演奏されるワルトトイフェルの作品が作曲されたのも この時期である。有名なスケーターズ・ワルツが作曲されたのは1882年のことである。もっともこの曲は日本での人気が突出しており、海外ではワルト・トイフェル名曲集のようなアルバムから外れることもある。ただし、大指揮者トスカニーニやカラヤンは同曲を好んで演奏した。一般的に代表作とみなされることが多いのは女学生の方である。 エミール・ワルト・トイフェルはいくつかのヨーロッパの都市で演奏を行った。1899年に引退するまで活動を続け、フランス大統領主催の舞踏会のためのダンス音楽を作曲、指揮した。声楽家の夫人セレスティーヌ・デュフォーとの間に自慢数めを設けた。ワルト・トイフェルは、ヨハン・シュトラウス二世と違い、バイオリンの弓でなく、指揮棒を振って、楽団を指揮した。 作曲はまずピアノで行ってから、後でオーケストレーションを施した。ワルト・トイフェルのオーケストレーションは二巻編成を基準としつつも、金管楽器が充実している。シュトラウスの大胆で男性的な作風に比べると、ワルト・トイフェルは巧妙な家星法と優雅なフレーズが特徴的である。しかし、ワルト・トイフェルの作品は、 革命的とは言えず、印象主義音楽がパリを制する頃になると、時代の趣味から取り残されていくこととなった。戦後もアルトトイフェル作品集を録音したのは、ロベルト・シュトルツ、ビリー・ボスコフスキーといった、シュトラウスのスペシャリストたちであり、ヨハン・シュトラウス全集、ヨゼフ・シュトラウス全集に続いて、CD 全集を完成させたマルコ・ポーロ社も含めて、 フランスよりもドイツ圏でその業績が伝え続けられている。スケーターズワルツが BGM として抜群の人気を誇る日本では歌として親しまれている曲もいくつかあり、ドイツ圏に次ぐ人気を保つ国と言える。ありがとうございます。